ガラシレイです。いやもうね、競馬に絶対はないですね。もうね、この言葉から始まるっていう動画がもうこの3週ぐらいねずっと続いているような、もうそんな気がするんですが、いやもうね、でも馬券的に言うともう悔しいレースが続いているんですよ。私はそのレース的にはねすごいいいレースばっかりなんですけどもね、ちょっとね馬券的にはね悔しいっていうレース続いておりますが、でも今週はようやく G1 レースですね。まあ、気持ちを切り替えまして、この動画では高松の宮記念の予想をお届けしたいと思います。それでは今週もよろしくお願いします。それでは早速、私が本命に選びましたのはズバリ、はい、もうかなり悩みましたがラウダシオンです。はい、ラウダシオンにしました。この子はね、前走はシルクロードステークスで約1年半ぶりの 1200m となりましたが、もうそれがね綺麗な立ち回りで最後までしぶとく頑張って3着っていう結果でしたよね。で、左回りもねこの子は得意なようで、この中京競馬場では2着と3着がねそれぞれ1度ずつありますので、今回もちょっとね期待してみてもいいのではないかなと思いました。でですね、このラウダシオンといえば、もう昨年のね NHK マイルの覇者でもありまして、この時に今回ね一緒に登録されているレシステンシアを下しているということもありますので、今回もねちょっとレシステンシアちょっと人気になりそうだなと思うんですが、ね、この時はね勝っているので、ちょっとね今回この舞台でもねいいバトルをして活躍してくれることを楽しみにしています。いやね、このレース私も本当にすごく悩んだんですよ。メンバーもう皆さんもね悩まれているのかなと思うんですが、もう私もすごく悩みまして、もうそうしたら一番楽しみな部分が一番大きい子を本命にしようって思ったんですね。で、それを考えた時に一番楽しみの部分が大きいのはこのラウダシオンだったんです。なのでもう今回は本命に選ばせていただきました。そしてですね、この鞍上には相性がいいですね、もう仲いいですね、ミルコ・デムーロ騎手が予定されているというのも安心な材料になりました。なので今回はこのラウダシオンに期待してみたいと思います。それでは今週も、はい、まあ、言いましたからね、私先週もう的中するまで買い続けます。はい、3連単1着固定に本命のラウダシオンを選びました。で、相手に選んだのがこの子たちはね2着3着のところに入れますね。まずはこの子もねやっぱり侮れないですよね。さっきちょっとね名前出しましたがレシステンシア、ちょっとね今回は武豊騎手から浜中騎手に乗り換わりということですので、ね、武豊騎手の分までちょっと頑張ってほしいですね。はい、でその次に選んだのが香港スプリントでは見事な G1 制覇を見せてくれましたね。はい、それはダノンスマッシュです。で、この子ちょっとねお天気が良ければさらに期待したいなというところなんですが、当日はねどうなるんでしょうかね。はい、で次に選んだのが、前走は負けて強しという言葉につきましたね。ちょっと筋量がね重かったですね、 57.5 かなですけれども、今回はちょっと軽くなりますのでね。はい、なのでちょっと今回ね個人的にちょっと一番危険な予感がしていると言っても過言ではないんですが、その子はライトオンキューです。で、次に選んだのが、前走の阪急杯では出遅れてしまったもののなんとか追い上げて5着まで頑張りましたね。で、あの力があれば今回ね初めての 1200m への出走となるんですが、ちょっとね G1 といえど楽しみになります、ダノンファンタジー。で、最後に選んだのが、2019年の JRA 最優秀短距離馬が初めて 1200m へ挑んできます。それはインディチャンプです。ということで、以上の3連単20点と、まあ、いつものね、まあ、保険といいますか、まあね、本命に選んだ子が3着に入ったのに相手もちゃんと来ているのにっていう、はい、残念な気持ち
になりたくないので3連複、この本命のラウダシオンを軸にした3連複合計10点なので、合計で3連単3連複足して30点で的中を狙いたいと思います。はい、ということでこの動画では高松の宮記念の予想をお届けいたしました。皆様の予想はどんな感じでしょうか。でも本当にあの子も気になるし、この子も気になるし、いやでもこの子も勝ったところ見てみたいなっていうのもある、すごく悩んだですけれども、でもまあね、今回皆さんの予想も結構割れるのかなと思っているんですが、いかがでしょうか。でですね、今回初めて 1200m にね挑む馬っていうのをちょこちょこっと入れてみたんですが、なんかねデータを見ていると過去に好成績を残している馬たちの中に結構ね初めて 1200m にチャレンジしましたっていう子がね潜んでいるので、まあ、そのあたりも少しちょっと意識しつつ選んでみました。はい、ね、楽しみなレースですね。はい、ということでですね、今週はこの高松の宮記念と、あと日経賞と、あとマーチステークス、こちらの動画も、はい、配信となっておりますので、お時間がございましたらぜひそちらもご覧ください。では今週も最後までお付き合いいただきありがとうございました。今週も皆様からのチャンネル登録と、あとコメントもねお待ちしておりますので、よろしくお願いします。ではまた来週お会いしましょう。五十嵐麗でした。